カイセドカイセドは、エクアドルグアヤキル出身の同国代表サッカー選手。グアヤキルシティ FC 所属。ポジションは FW。2007年に CS エメレクのトップチームで初出場。2012年に CDL ナシオナルに期限付き移籍した後、エメレクに復帰した。2014年にクラブレオンに移籍。2015年7月26日にドラドスで、 シナロアに、ワルテル・はジョビ、セグンド・カスティージョ、クリスティアン・スアレスと共に彼は、期限付き遺跡で加入。2016年に CD ・ミネロスでサカテカス、バルセロナ SC に期限付き遺跡した。2017年7月より、バルセロナ SC へ完全遺跡。3年半の在籍で公式1100試合以上に、出場した。2020年1月16日に、ルジュキトへ遺跡。 シーズン公式戦30試合以上に出場するが、無得点に終わった。2021年シーズンは、パブロ・レペット監督の構想から外れ、1月25日に、グアヤ・キルシティ・ FC へ、シーズンローンとなることが発表された。2016年11月10日に行われた2018、フィファワールドカップ、南米予選のウルグアイ戦で、エクアドル代表として初出場。 2017年2月22日に行われたホンジュラスとの親善試合で初得点。弟のワルベルトカイセドもサッカー選手、代表での得点一覧。ありがとうございます。